エポエポです。燃やしてんのかな、この建物を。もしかして、本当にちょっと場所が分かりづらくて、こそこそと来ているのですが、あ、この電気消せないね、消せない。多分この上、あ、いた、あいつを仕留める。いるね、近くにいるけど、あ、まだ気のせいだったか、睡眠不足だな。消せない。どこだろう。寒いって、暑いでしょ、確実に。ん？あ、消えた。よかった。見づらい。あ、そこにいる。戦争はクソくらいだ。えい。クソ、誰だ。えい。お？お？思いっきりバレちゃった。思いっきりバレちゃったけど、隠れて。くれて、なんでこんなにさ、お、お、いたよ。は？は？は？ちょっと、お、全然撃てないんですけど。暑いな。ちょっと何？ちょっと違うから。あれ？ちょっと違うから。違うってば。ちょっとなん。なんでちょっと パニック ちょっと待って、銃です。今必要なのは銃です。銃な、あ、です。もう充電器じゃないから。あ、死体燃やしてんの。いや、にしてもさ、こんなさ、地下でさ、危ないでしょ。大切だからこういうの。ちょっと、あ、早く、あれ、消せ。あー、大事。上にいるの？そっちね。でもちょっとこっちから。ん？ここなんかある？死体？もう死体はいいやん。いる、います。あー、もう狙えない。できれば、待って。
見つかってんじゃん。ちょっと違う違う違う、ちょっとやめてもらっていいですか。もう気のせい、気のせい、もう煙とかでさ、分かりづらいんだもん。どっち、こっち、こっちだね、こっちですね。出たらすぐいそう。あ、いた。いる？来る？苦しい。あれ？上じゃないの？ちょっと大丈夫かな階段。あ、熱い熱い。あ、どうも。うわ。怖いよ。マスクつけてるから余計。熱い熱い。あれ、こっち必要なかった？あ、もう見えない。もう全然英文違う。やった、もうやったのかな、どうかも分かんないんですけど。えい、ここ行けんの？いちゃいちゃ。削れる。チラ、超いる超いる超いる。違う違う、よくわかんない、よくわかんないし、こんなんやろう。わっ、超無理やり。グレネードを出したかったんですダメだ、やっぱりちょっと確認しないと、いろいろ最初に確認してから始めるってね。もうマスクもちょっと割れてきちゃったな。そっち、おお、建物崩れてんすね。こっちはなんかあるでしょう、きっと。ああ、マスク、あ、まだまだ大丈夫。うーん、こっち、こっちには死体しかない、死体しかない。いけ、いける。お、お、侵入者だ。お、お、アンナ、動くなよ。彼女の喉を、ちょっと何もできない。おお、アンナ。どうして、なぜこんなこと。早く、急がないと。アンナマスクもしてないじゃん。ちょっと。約束したら本当に悔やみきれないわ。マスク壊れてんだ、自分のも。あ、早く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 。いるじゃん敵。ちょっと、え、何もできない、何もできないって。マスクはしてないぞ。え、マスクを2つ用意しろ。敵じゃないのか、味方か。あー、超びっくりした。もう敵なのか味方なのか分かりづらい。みんなにこの事実を伝えるつもりだが、自分自身でも信じられずにいる。共産主義者たちがオクチャウリスカや未知のウイルスを撒いた。疑うことを知らぬ平和な人々が住む駅に、未知のウイルスを撒いた。そして彼らは駅
鎮圧するという名目で、意味わかんないですね。女、子供、老人問わず、なんでウイルス撒いといて感染の拡大を防ぐために全員殺すって。もしこれが事実なら僕もアンナも感染している可能性が、殺されずに感染してるかも。だけ生きられるのだろうか。は？そういう流れ？予感がするの。すべてがもうすぐ終わるって。この戦争は生き残れない。誰も。ハッピーエンドじゃないんすか？また孤独を感じる。小さい頃、父が任務に出てた時のように。周りには何もない。空虚感と冷たさ、まるで火の粉になったみたい。散って消えていくだけ。こんなこと言いづらいけど、アルチョム、生きてるって感じたいの。触って。ドキドキじゃなくてドキドキじゃなくて、何も異常はないようだ。もう心配はいらない。アルチョム、君は行っていい。アンナにはもう少しいてもらおう。傷の治療が終わるまでね。果たして今二人は結ばれたのでしょうか。もうわかんない。もうこれアンナは感染しちゃってるとか言うんじゃないの。とりあえずここは、ね、あ、すいません行って。アルチョム、来なさい。治療が終わり次第すぐに追うわ。あれ何パパ。なんでもない、大丈夫だ。見ちゃダメだよ。お家にはいつ帰るの。感染してるってことですかね。もうすぐだよ。ここ、こういうふうにね、隔離。誰だ。顔は見えるか。隔離されてるから。八番ボックスだ。隔離されてるってことは。間違いない。ユーリスメツキだ。みんな感染して。言ってたのにな。ていうか、その感染も。今に。なんなのか、その。遺体で運ばれてくさ。どんなさ病気なの。死体。もう血吐いてんじゃん。Отпусти ему все согрешения его. Подай ему исцеление от болезни. そうだよね。いっそのこと。誰か。いっそのことっていうは何もできません。ごめん、何もできない。ねえ、医者もマスクつけてるもんね。立ち入り禁止だ。研究施設を通れ。国際的の指示を受けたはずだ。手袋マスク、その対応しただろう。ああ怖い。閉められる。閉められた。わあ、アンナは、アンナと行けるのかと思ってた。一緒に。よろしい。では1時間ごとに体温測定。いけない。3時間ごとに血液サンプルの採取だ。なんかアンナはね、感染してそうですね。すべて渡せと言ってあるのに、見ろよ。せっかく結ばれたかと思ったんですが。連中は軽い罰で済むが、集める身にもなれ。なんもない。っていうか何、もうなんかちょっと複雑すぎて分かりづらいぞ。で、感染は収束してるのか。ああ見てる見てる。スキャンして。事実確認をしよう。情報はスキャンしてる。新しいサンプルはどれも緩急増加を示している。で、病原体は隔離できたのか。どちらとも
そこは立ち入り禁止だ。極めて危険だぞ。はいはいはい。あーなんかアンナには生きてほしいな。元々の株がなければ。ドクター、私は専門じゃない。要約してくれ。申し訳ありません、大佐。いけないの？事実を申し上げますと、最初の2日間の死亡率は約 95% で、3日目には 25% に落ちました。今日は新しい感染者が2人だけで、しかも症状が軽度なため、回復の見通しが立ちそうです。ご存知のように、モスクワはこのウイルスの自然生息地ではありません。原生状態のウイルスは危険な状態がもっと持続します。話が終わらないと進めないっぽいです。あ、戻れもしない。これは普通のウイルスではありません。短時間で最高致死率に到達し、その後無害と化すよう操作された兵器級のウイルス株です。なんてことだ。ハセグ、このウイルスをベースに戦前に開発された新世代のバイオ兵器について聞いたことが。バイオ兵器、しかし今になってどこから出てきたのか。やっぱね、人によって作られたんでしょうね。じゃあバイオ兵器か、信じられない。念のためレンジャーたちに問いただそう。そのうちの一人がこの過去の異物を運んできた可能性もある。なんもない。助けてくれると思った相手に閉じ込められるなんて。難民の手始め、排泄は専用エリアでのみ許可されている。従わない者には、あ、私通っていいの？みんなは通れないんだ。隔離されてるの？あれ？なんだか動くな、止まれ、ひざまずけ、止まらない、うまい。うわうわ、殺される。止まれと言ったのに。もうさぁ、なんかよくパニック映画とかである絵ですね。確かにね、感染広めないためとも思うんですけど、まあそうですね、次も頑張ります。アンナがちょっとね、本当無事であることを願って、ちょっとまさかの展開なんですが、次も頑張ります。エポエポでした。